内田隆子は日本の女優、元歌手である。出生名は同じ。1963年に歌手としてデビュー。1964年から本格的に女優として活動を開始する。黎明期の成人映画界のスター女優であり、成人映画界のソフィア・ローレンと呼ばれた。1971年に映画監督の向井博士と結婚、引退、本名は、 迎えた過子になる。夫、向井の没後1年を経た2009年、テレビドラマ、人狂ヘルパーに、迎えた過子名義で出演した。内田のデビューのきっかけになった、セクシーの夜日本公開時のポスター広告。1942年8月22日、千葉県調子市に生まれる。ウェブ上に見る誕生年には、諸説あり、ヤフー映画では、1940年。 ドレルスピン等では1943年とされているが、日本映画俳優全集、女優ヘニア、芸能人物辞典、明治大賞賞は、及びキネノテでは1942年としている。1961年3月、銚子市立銚子高等学校を卒業し、建設会社に入社する。満20歳になる1962年、イタリア・フランス合作映画、 セクシーの夜を東和が配給、公開するにあたり、同作のキャンペーンとして、ネグリジェコンテストを開催、これに応募して1位を獲得する。同作は、同年12月23日に公開され、翌1963年には、東芝音楽工業に入社、同年8月に発売された、シングル、行きのネグリジェで、歌手としてデビューした。同作は、松井の歌詞が過激とされ、 放送禁止とみなされて、ヒットはしなかった。日本映画俳優全集、女優編及び芸能人物辞典、明治大正昭和には、1964年、新道公衛が、自らの監督作、セクシー東京64の主役に抜擢され、映画界にデビューした胸の記述があるが、その前年の歌手デビューの年、 シングル発売の直後である1963年9月18日に放映された連続テレビ映画特別機動捜査隊第99回大いなる代償にすでにゲスト出演している。セクシー東京64はさらに遅れて1965年3月肉体のドライブと解題され成人映画として劇場公開された。 主演デビュー作が制作されて公開されるまでの間に、1965年、初頭に放映された、大島なぎさの連続テレビ映画、アジアの明け坊の第7話、第8話に出演したほか、前年末に、すでに完成していた大蔵映画が制作、配給した、成人映画、メスメスメス、東映京都撮影所制作の時代劇映画、忍法、中心蔵に、出演。 それぞれ公開されている。中でも、メスメスメスは、大倉映画が初めて本格的にいわゆる、ピンク映画に取り組むべく300万円の低予算で、制作した作品であったが、同社が配給する、一般映画や洋画を含めて、当時最大のヒットを記録した。大倉映画が、同年4月に、いわゆる、ピンク映画の興業網、OPJN も提唱したのは、 同作のヒットを受けての制作であった。大倉映画は、同年同月、内田を主役に、黒、白、黒を公開。翌5月には新東宝映画も、柳屋商船を、石松、内田を相手役に起用して、公職盛りの石松を発表。内田は、隠れたドルバコスターと呼ばれる存在になっていった。後に、夫となる、向井博士との出会いも、この時期であり。 今井正し、佐伯清に指示し、教育映画、二人の少年で監督に昇進した。向井は、同年、東京芸術プロダクションを設立して独立。その第一作として、肉を、制作、監督、主演女優に、内田を起用。同作は、国営が配給して、同年5月に公開された。同年6月9日に、日活が配給して公開された。 タケチ鉄監督の黒い雪は、わいせつ図画であるとしてタケチと日活の配給部長が、起訴されたが、同作に出演していた内田は、紅、千歳、松康子、村田千恵子らと共に、警視庁への出頭を求められている。この黒い雪事件は1969年9月17日、東京高等裁判所で無罪が確定したが、新映林を通過した劇場用映画が、 刑事罰に問われた事件として知られる。前年のメスメスメスでは、内田孝子とクレジットされていた内田は、同年には東芝を離れ、岡正美の岡プロダクションに所属、同社の専務取締役を務めた。中島貞夫や倉本壮が脚本を執筆し、日本映画発達士の田中淳一郎は、同社の中で黎明期の成人映画界の主な出演者として、大木町京子。 立花の慶子、白山道子、香取玉木、新高恵子、松井安子、西明美、朝日陽子、香取小杖、花村明子、森美佐、湯川美佐、三岡さなえ、道、かな子、有川次郎、里見孝二、河辺治佐伯秀夫と共に、内田の名を挙げている。同年11月に公開された、色舞、同年12月7日に公開された、破壊女、 翌1966年1月に公開された人妻の予定日に主演し、向井博士の監督作への連続主演が始まった。同年5月に公開された二股かける女は、自らが所属するとともに、専務取締役の肩書きを持つ丘プロダクションの制作であり、主演するとともに自らがプロデュースを手掛けた。それとともに歌手としても定築に移籍し、シングル、 女が爪を切るとき、どう、ベッドでタバコを吸わないで、を発表する。ベッドでタバコを吸わないで、は、同年4月に、沢玉木が歌ってヒットした楽曲のカバーである。向井作品に多く主演する一方で、1968年には、日本のメジャー映画会社初の成人指定映画と、いわれる、石井照雄監督の東映ポールノ、徳川女系図に出演して、組織停止を演じた。 同作には、内田のほか、谷直美、辰巳の子、香取梢、杖、宿マリラ、いわゆる独立系のピンク映画女優が多数、出演しており、興行的に成功を収めた。これに触発された日活も、当時はまだ、ロマンポルノを開始していなかったが、い秀夫がプロデュースした、女浮世風呂や、先決の蕎麦、高橋正也の相手役として主演した、演説、 明治邪教伝といった作品に内田を出演させた。1969年5月、向井博士の禁じられたテクニックがナオミの代でイタリアで公開されたが表現が過激であるとして上映中止となる事件が起きる。この時のローマ法王に抗議したいという向井の発言とともに、その恋人が内田であるとして報道された。ミリオンフィルムが配給し、 同年9月8日に、ミリオンフィルム創立記念庁大作として公開された、日本処女暗黒詩に、デヴィ夫プジをモデルにした人物を演じて主演したのを、最後に、出演作が記録に見られなくなる。ただし同作から、引退時期までの作品記録が掲載されている、映画年間1973において、独立系の映画作品については、監督名以外記載されておらず、 この時期の出演者が概して不明である。1970年2月1日には、定築のレーベルである、ユニオンレコードからシングル、あなたと死にたい私、同年7月1日には、同レーベルから、シングル、ベッドでタバコを吸わないで、を再発売した。翌1971年、迎えと結婚した。その後は1972年まで。 バーの経営やキャバレー出演等も行っていたが、一旦引退した。長男の向井博士なおは、同年11月11日に生まれ、法政大学経済学部を卒業後、プロゴルファーになった。1995年9月23日に公開された明日に、長女の向井玲子が出演した。玲子は、その後、向井玲子の名で、向井博の監督した。 ゴーイングウエスト西へ同じく故郷にも出演している。ゴーイングウエスト西へには内田も出演した。2008年6月9日、夫の向井と死別する。その一周期を目前とした2009年3月14日、同年5月15日にラピュタ佐賀屋で行われた60年代幻の 関能女優たちの特集上映で主演作、陰門が 16mm フィルムバージョンで上映され、初日の同年3月14日にトークイベントの舞台に立つ。同特集上映では、女王蜂の浴場も上映された。その後、向井の一周期を経て、同年9月18日に公開された R18、指定の劇場用映が、熟女みだらに乱れてに出演する。 同時期にフジテレビジョンが放送した連続テレビドラマ、人狂ヘルパーの第8回第11回に、迎えた過去名義で、セミレギュラー出演した。2012年8月17日18日、向井と内田の最初の作品である、肉及び、女王蜂の浴場が、銀座シネパトスで上映され、内田は、校舎の監督である、小川金也と共にトークイベントに出演した。 クレジットはすべて、出演である。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。歌手デビューシングル、粋なネグリジェ。日本音楽著作権協会の作品データベース検索結果を参考にした一覧である。特筆以外は、東芝音楽工業である。国立国会図書館蔵書等に見る書士である。ありがとうございます。